夜明け前の間延びした時間を過ごしてらっしゃる全国の皆さん、こんばんは。新番組夜明け前のプレイヤーズと、 MC の成田祐介です。この番組は何の番組なのか僕自身も分かっておりません。ただ分かっているのは夜明け前ということで、飲み会の三次会のような、あるいはだらだらとだれ切った深夜のバーのようなテンションで、中身があるのかないのかよくわからないことをふわふわと話していけたらなと思っています。この番組を始める上でのなんか抱負みたいなのありましたら？ないです。ちなみに1回目のゲストの方のイメージ、怖い方っていうイメージがすごいあるんですよね。いや、昨日も今日のゲストの方 の YouTube のブチギレ集っていうのを眺めて予行演習してきた。結構定期的にキレ芸を発揮されたり塩対応芸を発揮されたりしてる方だなと思うので、今日もぜひブチギレられるように頑張りたいと思います。楽しみ半分怖さ半分ということで、余裕を気取ってますがややビビってるという感じですね。よろしくお願いします。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこいい、カメラ動いてる。すごいですよね。カメラ自体が引くんだ。本当に本当に引きなんだ。すみません、よろしくお願いします。こんなところだけ入ってくれ。よろしくお願いします。第1回目のゲストはツイッターのやめれでもおなじみ、そうですか。総理になってほしい政治家トップを独占され続けているデジタル大臣の河野太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。菅さんに呼ばれてワクチンやれって、もう菅さん結構真夜中に電話してきて、あれはどうだ、おい昨日のあれどうなった、いやいや俺あの後寝ました、機嫌悪いみたいな、まだやってねえのかみたいな。菅内閣はブラック企業。ブラック企業でしたね。最後履歴書について伺いたいのは、なんかずっといろいろなこう大臣歴任されてきたと思うんですが、一番大変だったとか一番つらかったみたいな思い出って何か終わりになりますか？結構大変だったのは防災、この時に防災担当大臣兼務してたんですけど、はい、結構日本って地震多くて、震度4かなんかで必ずこう携帯に連絡が来るみたいな、結構ピコピコ、震度4だと全国だとそうですね。でしたし、熊本の地震の時なんかは、2回目のやつは多分夜中だったんですよね、真夜中 で、はい、でちょうど宿舎で寝てたんですけど、女房を起こして、はい、もう SP さん間に合わないから割車で官邸まで送ってくれって言われて、官邸まで真夜中送ってもらって SP さん後から来るみたいな感じだったりしましたし、あと外務大臣防衛大臣の北朝鮮がミサイルを変な時間に撃つんですよね、河野さんを夜中に起こすために。だから防衛大臣終わって、行革、少し菅内閣ですけど、はい、その時はなんか朝まで爆睡したっていう感じで、多分防災とか外務とか防衛の時とかなんとなくね夜中に起きて、あ、まあ、そうなります。で外務大臣の時はトランプさん、はい、マティスがクビになったりティラソンのクビになったりっていうのはツイッターだったんで、はい、なんかちょっと夜中に目がハッと覚めるとちょっとこうツイッター確認して OK みたいな、はい、順番に要人クビになりました、なりましたから。あ、じゃあ防衛大臣が終わったあたりでやっと一応こう 寝られるようになったって、まあ、真夜中に何かで飛び起きるあれはなかったんですけど、ワクチンこの時に、あ、ワクチンあれ菅さんに呼ばれて、ワクチンやれってんで、菅さん結構真夜中に電話してきて、あれはどうだ、これはどうだ、分かりました、はいっつって、まあ、夜中だから寝るじゃないですか。と朝の7時ぐらいに、菅さん議員宿舎に住んでたんで、議員宿舎の玄関で会うと、おい昨日のあれどうなった、いやいや俺あの後寝ましたって、機嫌悪いみたいな、まだやってねえのかみたいな。俺もせっかちですけど菅さんもっとせっかち。
菅内閣はブラック企業。ブラック企業でしたね。だいたい、いきなり1日100万回やれとかね。あれむちゃくちゃですよね。もう7月末までに高齢者、あの時はお盆までに半分ぐらい終わる感じだったんですね。で8月いっぱいに残り4分の1で、残り4分の1が9月10月11月ってちょっとここはやばいかなと。でもお盆までに半分終わるって僕から見るとかなり予想よりすげえ早いっていう感じだったんで、お盆までに終わるところを緑に塗って、8月いっぱいで終わるところを黄色に塗って、でそこで終わらないっていうのを赤く塗って、結構いいでしょっていう感じで総理に見せたんですよ。だから菅さんそれじっと見て、おいこれネジ巻いたらみんな7月末に終わるだろう、いやいやどういう計算でそうなんのよみたいなあの人言い出すともうそれでいけって、もう結構大変でした。だけどまああれだけ総理が旗掲げて行くぞって言うから、もうその自治体の市長さんとか町長さんとか村長さん、バカ野郎そんなもんできるわけねえだろって言ってたのに、まあ、やんなきゃしょうがねえだろみたいな。それで7月末にほぼ高齢者終わりました。1日100万回なんかファーメンちょっと無理って言ってたのが1日170万回ぐらい、僕はあの時、いや総理1日7、80万回で十分だと思いますって言ったら、いや決めるのは俺だと100万回行けみたいな。それで総理170万回行きましたって言ったら、僕の顔見て7、80万って言ってたやつがいなかったかみたいな、あんなのいませんよもうなんかね、結構高いハードルですねって言われたから、いやいやハードルじゃねえよ、あれ棒高跳びだよっていやでもあれほどなんか日本の政治がなんか大きなことを成し遂げたっていうのがすごいはっきり成果として出たってあんまりないですよね。あれはとにかくもう自治体がやりやすいように、はい、いややってくれと、でもうとにかく自治体のやりやすいようにやってくれって言ったら170万回いきましたから、あれはもう自治体の底力だと思いますね。いやちょっと夢があるお話でした。民間企業に勤められた時期が結構長いんです。富士ゼロックスに勤めてまして、東京とシンガポールと両方いて、それから地元で自動車の部品メーカー、海外事業部長みたいなのをやってたこともありました、はい、だから富士ゼロックスの時は日本の部品メーカーって優秀で毎年こうコストが下がるよねと思ってたけど、部品メーカーに行ってみたら毎年下げろと言われて、下げないと切り替えられちゃうから下げてるだけみたいな、そういうことだったのかって。あ、なるほど。でもこうバブルのど真ん中にこう大企業でお仕事されて、その後政治の世界のど真ん中に移られたっていう感じじゃないですか。その観点から見られて、なんか日本 の失われた30年問題みたいなものって、なんか何が良くなかったんだと思われますか。まあ、端的に言うと経済が政治に寄りかかるようになっちゃったっていう、何かあるとその政治何してくれるんですか、いやいやお前頑張れよっていう、はい、バブルと言いながらやっぱりみんな一生懸命やってましたよね。それがなんか最近はこう景気悪いとなんか政治と何してくれるのって、いやそのなんていうかこう平らなフィールドを作るのが政治の仕事で、そこで戦えって、なんかみんな戦わずになんか助けてくれるのを待ってるみたいになっちゃったっていうのがちょっとあるんじゃないかと思いますよね。確かに日本の場合ってこうスタートアップとか新しい産業を見ていても結構こうおとなしく陳情したりロビングしたりするようなスタイルの人が多くて、なんかアメリカみたいな政府とドンパチ正面からやり合うみたいな感じの経営者とか企業ってほとんど見ないですよね。だからやっぱり業界団体が役所に行って、役所がなんかこうじゃあ保護してあげましょうみたいなことが結構いろんな分野であったんですよね。で例えば金融なんかはだからいざ裸にされたらバタバタと潰れるなり統合するなりということになっちゃいましたけど、かつての自動車みたいに統合したらどうだと言われてるのを蹴飛ばして、4輪じゃなくて2輪に特化しろというのを蹴飛ばして
もうガンガン世界で戦ってたところはやっぱり強かったんだと思うんですよね。だからなんとなくこう戦わずに守ってくださいっていうのが増えちゃったのがやっぱりこの日本経済の停滞の一因なのかなと思いますね。まあ、しかもやっぱ日本がよくも悪しくもすごい大きくなって日本の市場の中だけで戦うことがそうですよね、なんか得になっちゃったっていうのも大きかったのかなと思うんですよ。僕だから今大学へ呼ばれて話しろって言われた時必ず言うのが1億2000万じゃなくて80億を見なきゃダメだとって言うんですけど、大体どこで就職するのって聞くとほぼ90何パーセントは日本で、いやいやまず世界へ出ろよって言うとなんかちょっとこうっていう風になっちゃうのが、だからそのとにかく日本の大学を出たら国際標準で戦ってどこまでいけるのか試してみろって今一生懸命言ってるんですけど、僕年末にほとんど余談なんですがペルーに行ったんですよ。そのペルーのちょっと田舎町とか行くとトゥクトゥクが主な移動道具で走りまくってるのが全部ホンダで、もう街中ホンダ一色なんですよ。だからなんか半世紀前、戦後の日本人とかって何もないところから自分たちのものを作って地球の裏側までどんどん出ていって売りまくってたわけですよね、と考えるとなんか日本も衰退しきってもうこの国で戦いようがないっていうところまで行ったらなんかもう一度立ち上がるのかなとかっていうのをそのトゥクトゥクを見ながらふと考えてたんですが、いやだからもうちょっと頑張れよっていう、そのためにとにかく どうやって守ってくれるんですかって、塀を作るんじゃなくて塀を壊してとにかく平らにするからみんな行けるところまで行こうよっていう、そのガッツをいかに経済に取り戻すかっていうのが大事なんじゃないかと思いますね。頑張りたいと思います。